1688年のイヤサントリホーの肖像が、エバーハルト・ジャバッハは、フランス王国の実業家、銀行家、美術コレクターである。フランス東インド会社の取締役。新生ローマ帝国のケルンで生まれたが、後に、フランスに帰化した。エバーハルト・ジャバッハの父は、一族の財産を増やし、その後スペイン領ネーデルラントのアントウェルペンに銀行を、設立した。 ジャバッハ自身は1638年にフランスに定住し、1647年にフランス国民として帰化した。1648年にはケルンのアンナ・マリアでグルートと結婚した。彼女は死の表議員の娘であり、彼女との間に4人の子供が生まれた。イギリスの美術史家、フランシス・ハスケルは財務総監、ジャンバティスト・コルベールの工場を管理する。 フランス東インド会社の取締役の一人であり、アムステルダムに拠点を置く商社と提携したジャバッハを裕福な銀行家と呼んだ。1671年にはジャバッハの財産は200万リーブルと評価されている。今では失われたタウンハウスあるいはホテルパルティキュリエールはヌーブサンマリ通りにあり、彼はそこで劇を上演した。シャルル,ルブランの肖像画、 メトロポリタン美術館版、シャルルルブランの肖像画、カイザーアイコールフリードリヒ美術館版、ジャバッハは、ラファエロ、カラッチ兄弟、ルーベンス、ポール・ブリル、アルブレヒト・デューラー、シャルルルブラン、ニコラ・プッサンによる素描、絵画、彫刻、美術品、ブロンズ像、版画のコレクターとして、特に有名である。ジャバッハはこれらのコレクションを、 イタリアのルドビー樹家のコレクションや、アランデル伯爵、トマス・ハワードの未亡人アリシア、イングランド国王チャールズ・一世、その他のドイツのコレクション及び、ルーベンスの遺産から得ている。彼が所有した素描の一部は、バザーリの有名な、リブロデ・ディセーニのポートフィリオに由来している。1661年から1662年、及び1671年に、ジャバは、 コレクションの多くをルイ14世に譲渡した。1671年の売却では合計5000枚の素描を手放しており、現在これらはルーブルに所蔵されている。ジャバッハの肖像画は1636年から1637年のアンソニー・バンダイクや1688年のイアサントリゴを含む当時の著名な芸術家によって描かれ、1660年頃には 宮廷画家、シャルル・ルブランが一家の肖像画を描いている。ルブランの肖像画は2014年以降はニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されていた。またバリアントがベルリンのカイザーイコールフリードリヒ美術館に所蔵されていたが、こちらは第二次世界大戦の戦火で消失している。ジャバッハは新京都革命で処刑されたチャールズ一世のコレクションが ロンドンで競売にかけられた際に、ジュール・マザラン・スーキ教の代理人を務め、フランスやスペインの国王、あるいは神聖ローマ皇帝の代理人と購入をめぐって競った。ジャバッハは購入にあたって、ロンドンの代理人、特にダンカーと呼ばれるフランス商人を用いた。彼は合計20枚を超える非常に質の高い絵画を購入し、これらのほとんどはスー教の死後に、 フランスの王室コレクションに加わった。ジャバッハのコレクションの一側面は、2013年に、ルイ14世の宮廷における、ドイツ人、デューラーからバンダイクまで、北方芸術のエヴァーハルトジャバッハコレクションとして、ルーブル美術館で開催された、展覧会で取り上げられた。ジャバッハが収集した著名な絵画には、以下のような作品がある。ありがとうございます。